見える日は2009年12月19日に北海道テレビ放送で HTV スペシャルドラマとして放送されたテレビドラマである。主演は安田健テレビ朝日系列局などでも放送された北海道江別市の石狩川が舞台。テレビドラマでは初となるレッドワンを用いて 35mm のシネマレンズで映画と同じ24コマ。 大容量で高精度の 4K で撮影された。2009年の HTB スペシャルドラマとして放送された。国内外のドラマ賞を多数受賞した。2008年放送の歓喜の歌に続き、主演の安田健が準レギュラーで出演していた。HTB のバラエティ番組の水曜どうでしょうのディレクター陣がドラマの制作を行った。 江別市出身で、水曜どうでしょうのレギュラー出演者の大泉洋も友情出演している。父や故郷を嫌い、実家を飛び出して戦地に赴く報道カメラマンとなった長島つよし。ある理由からカメラマンとしての自分の生き方を見失っていたつよしは、10年ぶりに、ふるさとへ帰ることになる。やつめうなぎ漁師で、行きつけのスナックのママと再婚しようとしていた父、康介や町に生きる。 同級生と再会し、自分の未来と少しずつ向き合い始めるようになる。しかし、嫌っていた父との距離が、徐々に縮まりかけた頃、父の漁師仲間が川で、行方不明になったと連絡が入る。スペシャルドラマ、見える日、www.htb.co.jp、2020年9月6日閲覧、12月6日、日曜日、藤村でございます。 水曜どうでしょう D 人日記アーカイブ2020年9月6日閲覧ザテレビジョン水曜どうでしょうのスタッフが制作した安田研主演の SP ドラマがいよいよ放送芸能ニュースならザテレビジョンザテレビジョン2020年9月6日閲覧 HTB スペシャルドラマ見える日 www.htb.co.jp 2020年12月21日閲覧。HTB スペシャルドラマ見える日トピックス。www.htb.co.jp 2020年12月21日閲覧。ありがとうございます。